皆様こんにちは、えー、時間になりましたのでただいまより京都大学人と社会の未来研究員上広倫理財団寄付研究部門研究報告会伝統知科学技術で探る未来型ウェルビーイング仏教の思想と瞑想の観点からを開始させていただきます私は京都大学人と社会の未来研究員上広倫理財団寄付研究部門特定准教授の小西健吾と申します 先月ではございいいままますすすが本日の進行役を務めさせていただきますよろししくお願いいたします <laughs> 京都大学人と社会の未来研究員上倫理,理財団寄付研究部門第3期はおかげさまで今年度で2年目を迎えました本日は本寄付研究部門の研究活動について報告を行いその後寄付研究部門長の熊谷教授による話題提供と東京大学大学院人文社会系研究科の美濃和教授による講演を そして最後にパネルディスカッションを予定しておりますまずは開会にあたりまして人と社会の未来研究員の内田委員長より一言をお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、人と社会の未来研究員の委員長を務めております、えー、内田と申します 皆様本日は大変お忙しい中、また寒い中、人と社会の未来研究員、上広倫理財団寄付研究部門の研究報告会にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。さて、本部門は公益財団法人、上広倫理財団様のご支援により、2012年に本研究員がその前身でありました、心の未来研究センターであった時代に立ち上がりました。 財団からのご支援は、その頃から通算しますと、もう10年を超え、今期は第3期の2年目にあたります。本部門では、長らく心と倫理、この2つをキーワードとして、日本人の精神性と倫理観を基盤としながら、ポスト成長時代における倫理を探求し、再構築することをミッションとしてまいりました。 研究分野にも非常に多彩かつ学際的に力を入れてやってまいりました、公共政策、人類学、心理学、仏教学などの研究と社会還元に力を入れて、今でもずっと発信、研究活動を行って、継続的に頑張ってきたというものです。日本人の精神性と倫理というテーマは、非常に今日的かつ普遍的なテーマでもあるというふうに思っています。 しかしながら、10年前から具体的かつ実践的に部門として取り組んできた研究機関は、実はそう多くないというふうに認識しています。 特に本部門は財団のご意向により、若手研究者の育成にも非常に力を入れていただきまして、そのため、こうした重要なテーマにです、ね、若い研究者が、法画的な発想を持って、柔軟に取り組みながら、社会発信を行う、そうしたことを通じてです、ね、力を存分に身につけ、その力を発揮させていただき、社会へと育っていく、こんなことが行われてきました。 実際ですね、これまで多くの若手研究者がこの研究部門で研鑽をし、育っていき、各方面で活躍をしています。実は私の研究室でもです、ね、第一期に地域における幸福をテーマとして研究をさせていただきまして、若手研究者を育成いただきました。あのウェルヒロリンリサイ財団様には、長きにわたるご支援に心より感謝を申し上げたいと思っております。さて、本日のテーマは未来型のウェルビングです。 ウェルビーイングというのは、私自身も実は非常に長く取り組んできたテーマでもあり、また、人と社会の未来研究員、これ、令和6年,4年に発足し、今年からはですね、人、社会、地球のウェルビーイングという課題意識で研究を行っております。つまり、全学的な組織として、うちの研究員が活動を広げようとしていく中で、ウェルビーイングというのは非常に重要なキーワード、テーマであるというふうに考えています。 でウェルビーングというのはカタカナ語ですので、なかなかこう馴染みがない、まあ、そんなご意見もよくあのいただくことがあります。日本語ではです、ね、まあ、幸せというふうに表現した方が、も,もしくするとしっくりくるかもしれません。で,ですが、実際にはウェルビーングというのは、幸せという、まあ、個人の短期的な感情を、まあ、超えた非常に大きな概念でもあります。地球、社会に向かって、どのようなことが人々にできるのか。 また、あの地球社会の中で長くあの人々が、えー、自然環境と共存しながら、えーまあ、生きていくということ、この価値や倫理というものも含めて考えていくというのが、えーまあ、ウェルビーイングではなかろうかというふうに考えています。私自身はです、ね、この数年間、えー、実は文部科学省の中央教育審議会の委員として、教育現場のウェルビーイングを目指すという、えー、次期教育振興基本計画の立案にも携わってまいりました。 人が育ち、触れ合い、学んでいく中で、倫理観、哲学的な視点を教養、提供できるような、ウェルビーングな場作りの重要性というのを強く実感している次第です。そうした意味で、本日の講演、ディスカッションの内容は、極めて本質的かつ、社会課題にも広く対応するものであるというふうに考えております。 本日は前半に研究員メンバーからの2023年度の研究報告を行い、後半には東京大学の箕輪健吏先生のご講演のもとに、パネルディスカッションをさせていただきたいというふうに思います。 伝統値と科学、技術を融合することで、どのような新しいウェルビーイングを作っていけるのか、これは私たち一人一人がプレイヤーとしてです、ね、ウェルビーイングに対する主体的な問題意識を持って取り組んでいくということが必要になります。こうした学際的な議論が本日行われ、皆様方とも共有できること、これを期待しております。 皆様にとりまして有益な報告会、講演会、パネルディスカッションとなることを記念いたしまして、簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。改めまして、本日の皆様のご来場、ご視聴、また上広、上財倫理財団のご支援に心よりの御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございましたでは続きまして、公益財団法人、上広倫理財団。 丸山昇事務局長、専務理事より来賓のご挨拶を頂戴いたします。えー、今日はあの直接会場においでいただいたり、Zoom でご参加いただいている、まあ十代二十代の若い方もですね、聴講していただいているということで本当にありがとうございます。私もあの毎回年度の研究報告会にお招きいただくのをすごく楽しみにしているんですけれども、今日のようにあの大勢の方に 1>, 1年間の研究の努力をですねあの、聞いていただいたり、あるいはご質問いただくということは、あの研究の先生方にもすごく大きなあの励みになると思います本当にありがとうございます。あの私ども、上広人財団は、まあ、長年ですね、京都大学の iPS 細胞研究所の倫理部門と、この人と社会の未来研究員を、まあ、前身の京都大学コールの未来研究センターの時代から、 先生方の研究の理念とかですね、方法に共感して、ささやかながらご支援をさせていただいいてまいりまりした今日の講演とパネルのテーマというのは、伝統値と科学技術の組み合わせで、どのように私たちのウェルビーイングという言葉は、ちょっと私もよくわからないんですけど、まあ、幸福とか、良い人生とか、言い換えることができると思いますけど、そういうことがどういうふうに可能になるのかというようなテーマだと思います。 東京大学の箕輪先生は私ども東京大学の図書館のですねアジア研究図書館っていう方にもご支援をさせていただいてこの1年半ぐらいは箕輪先生と東大の図書館のデジタル化をどういうふうに進めるかっていうことでずっとお打ち合わせをしてきたんですけども肝心の箕輪先生の仏教学の講義とかあの 聞いいたことが一度もないんで今日は京都大学で東大の箕輪先生のお話を聞けるっていうのは、まあ、大変楽しみにですねあの来たわけでございます。えーまあ、今あのこちらの部門の熊谷教授があの内閣府のプロジェクトで、えーまあ、仏教のいろんな知恵とかそういうものを AI に記憶させて 一般の人が例えば心の悩みが生じたときに、そういう AI に相談をしたりして、ですねそういう悩みを解消するようなことについてのまあご研究をされているというふうに聞きましたけれども、本当にあの素晴らしい研究をされているんだなというふうに、いつもあの感心して、時々熊谷先生からもお話を伺っております。ただあの私なりにですね えー、一つちょっと疑問があるのは、まあ、仏教の英知を AI に記憶させて、まあ、利用者に助言を与える機能を付与するという時にですね、えー、一つの課題があるのではないかなというふうに感じてますあの仏教とか先哲の知恵というのはある種のソフトですけどもそしてあのそれを利用者に提供する AI という機能もまあ一つの道具で、まあ、ある意味では手段に過ぎないわけでございます。 禅における座禅ととかか瞑想とかです、ね、伝統芸能の気が遠くなるような修行にしてもやはりそれを身をもって行うものは人間特にあの体なんですね身体性ということだと思うんですでこの学習者とかあるいは修行者の主体的な身体的精神的な努力のプロセスがなければ仏教の英知も AI の機能も本当の意味の効果性を発揮することは 難しいのではないかなというのが今現在の私の思いでございます情報技術の恩恵と宗教や先哲の知恵を人々の悩みや問題解決に結びつける場合に当事者の主体的な努力とどのように統合できるのかは大変重要な課題だと私は思っております上広部門の皆様方がさらなる研究調査国風を重ねられまして 情報技術と共生しながら私どもの良い人生を過ごす方向や知恵をお示しくださることを願っております今日は本当にありがとうございました丸山区長ありがとうございましたそれでは続きまして人と社会の未来研究員上広倫理財団寄附研究部門長の熊谷教授より研究部門の紹介をさせていただきます 皆様こんにちは。 あの本日はお忙しいところあのご来場くださいましてありがとうございます。あと200名を超えるですねあの視聴者の方々が本日オンラインで見てくださっておられますあの画面の向こうの皆様方ありがとうございます。それではですねあの簡単にあのえっと部門のですね取り組み紹介をさせていただきたいと思います。えっと上広部門はですねあの元々京都大学心の未来研究センターにあの設置されまして上広心が研究部門ということであのまあ5年間の研究を 行ってきました、まあ、この際はです、ね、あの心,がまあ、心にフォーカスを当ててです、ね、あのまずはあのバラバラでいいということですねそれぞれがあの好きな研究をするといったところで、まず、法画的な研究が進んできました、まあ、そうした中で,です、ね、やはりその部門のミッションということをしっかりあの考えていくべきだろうということで、第2期の5年間はです、ね、日本人の精神性と倫理観を基盤とし、心と倫理と2つの,あのキーワードですが、という視点で探求することで、ポスト成長時代における現代社会の倫理、 模索するとということで,です、ね、少しテーマを絞ってです、ね、未来型の特にです、ね、社会実装というところも注力しながら研究を進めてきたところでございますそして第3期です、ね、本部局がです、ね「人と社会の未来研究員」という新しい部局に変わりましてでそしてますます,です、ね、その人とその、まあ、社会と未来ということで,です、ね、私どもが研究して いた内容がですね、あのさらにその部門の、あのあのあの部局のミッションとも重なる形で,です、ね、まあ、ポスト SDGs というところも視野に入れながらあの研究を進めていくと、その際にです、ね、学際性と分離融合、あとはですね、広範な時間軸、空間軸、持続可能性といったところをです、ね、しっかり、えー、あの取り入れていくということで、今、4名の研究者がございますけれども、えーまあ、広いあの副委員長がです、ね、あの公共政策、まあ、未来志向と。 あの過去のこともされているんですが、そしてまあ熊谷はです、ね、あの割と過去の仏教とかです、ね、その古代の哲学とか、そういったあたりを研究しております。であとはです、ねあのあの、臨床心理学の粉川助教が、ミクロな視点で研究を、あのまあ、こあの個人と。 というところに焦点を当てて、そして小西准教授がです、ね、あの人類学ということで、マクロな視点から研究を進めるといったあたりで、4名で研究を進めております。で各研究者のです、ね、テーマは、この以下のとおりでございまして、広井先生がです、ね、あのポスト成長時代の経済、倫理、幸福と、あとは死生観とかです、ね、珍珠の森というところで、本当に過去から未来まで広くされるといった研究でございます。で熊谷の方はですね、あは、日本とアジア、特に南アジアよりも東側で,で ですが精神性倫理幸福感という、まあ、伝統地について研究をしてそれはですね人工知能とかサイエンスを融合するといったことをやっておりましてあと小西淳教授はあの文化と人類でコミュニティ地方再生特にご縁というあのキ,あのキーワードを用いて研究をしていますでこの中の状況はです、ね、あの臨床心理学ですがあの個人の心に関して、まあ、特に夢についてですねあの比較研究を進めながら研究を進めているところでございます、えー、詳細はです、ね、また後ほど各あので 研究者から発表ということになりますが、広井先生はです、ね、ポスト成長時代の社会構想や価値に関する理論的、実証的な研究というものを行った上でです、ね、社会還元として人,人口減少社会における地域再生と幸福と。 いったあたりの研究を進めると、で幸せリーグというですね、あの自治体連合がありまして幸福政策をあの試行する市町村が集まった幸せリーグのですね、あのまあリーダー的なあの顧問のあの礎でですね、あの各市町村の幸福政策にもアドバイスをしてき、えー、ておられます。で私熊谷ですねあ、先ほど申しましたアジア各地の伝統地を解明することで、えポスト成長時代におけるですね、あの共生倫理というものにつなげていくといったと。 こを研究しておりますで小西准教授はです、ね、あのつながり、先ほどご縁と申しましたが、そうしたあたりをキーワードにいたしまして、コミュニティ構築をめぐる新しい学術領域を今、構築中と、それによってです、ね、あのつながりの比較文化的な考察を基盤とするあの社会構想、さらに発信とで、地域コミュニティへの、まあ、地方再生とかです、ね、そういったあたりのです、ね、実践的な展開を行っていくと。 といいうことでございましてでこの中の教はです、ね、現代人の精神性、心の発達に関する、えーまあ、あの臨床心理学的な研究を進めることで,です、ねえーまあ、若者たちの心の変容とかです、ね、そういったところを視点に、まあ、社会還元を行っていくといった研究をそれぞれ進めております。まあ、詳細につきましてはです、ね、後ほど、えー、各研究者からあの研究の進捗 職と概要を発表させていただきたいと思います。最後になりますが、まこうした研究をあの実施できるのもですね、ウェヒルリンリザイダー様の長きにわたるあのご支援ということがあってのことでございますので、改めましてあの皆様方、そしてウェフルリンリザイダーの皆様方にあの御礼を申し上げまして部門紹介とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 続きましてですね。あの1番目の研究紹介ですけれども、も広い副委員長の方からお願いいたします。それでは変わります。あ、皆様こんにちは。ご紹介いただきました、広ろいと申します。それでは、あの私の方から順にですね、えー、今年度の報告、えー、内容を中心にお話をさせていただければと思います。あの、私の方からはですね。あのこの後、あの今日のメインの話題があのウェルビーングと。 あのまあ、未来型のウェルビーイングということであの、えー、伝統値とあの科学技術とウェルビーイングとの関わりという話ですので、まあ、多少それをあの補完する意味も含めましてです、ね、私の方からはこのウェルビーイングとまあ社会ということについて、えー、簡潔にお話をさせていただければと思います。 格差平等とウェルビーイングそれから AI シミュレーションとウェルビーイングということでお話をさせていただければと思います最初の,あのこの格差ウェルビーイングとウェルビーイングなんですがあの今ですねあの、まあ、これはのいろんな課題もありますけどいろんな幸福度に関する国際比較があるわけですねで大体、えー、北欧諸国がその上位に来ているということは皆さんも聞かれたことあるかと思います。これは、まあ、国連がが数年前から出しているものですが やはりあの北欧諸国がです、ねえー、上位に来ているこれはあのどういうふうに考えられるのだろうかと。 でこれはさまざまな要因が複雑に絡んで簡単なことは言えないわけですが、まあ、ここで注目したいのはまあ格差ということであの、えーまあ、私の領域などでは割とよく使われる所得格差に関わるジニ係数という指標があります。これはあの、えー、大きいほど1に近いほど格差が大経済格差が大きくてゼロ小さいほど格差が小さいという指標なんですがこれ国際比較するとです、ね、左の方が格差が小さい国々で。 まああのご覧のとおり北欧があの最も格差が小さくて平等度が高いまあ大まかな国の流れとしてはですねまあその後ドイツとかフランス大陸ヨーロッパそれから南ヨーロッパアングロサクソンというようなグループがあってまあアメリカが一番格差が大きいまあ残念ながらですね日本は以前はこれ真ん中の辺ぐらいだったのですが90年代ぐらいから格差がじわじわと広がってあのむしろ今格差が大きい先進諸国の中ではですねなんて。 あの1億総中流と呼ばれた状況がやや変質していくこれは一つ課題だと思って,おしているというのは課題だと思っていますでそういうふうに考えますとそのウェルビーイングとその格差平等というのは一体どう関係するのだろうかという、まああのえっと、基本的な疑問がまあ出てくるわけですね。でこれはあのミクロとマクロでですねあのちょっと考えて、まあ、あの駆け足で見てみたいと思います。であのミクロに関してはです、ね あのウィルキイギリスのまあウィルキンソンという研究者この方はあの面白い経歴最初経済史の研究者からあの社会疫学という分野に移った研究者ですが、まあ、代表的なこのテーマに対する研究、まあ、要するにあのウィルキンソンたちが言ってるのはこういう格差や競争圧力が非常に強くなるとですね、まあ、想像できますようにストレスや社会的緊張が高まって、えー、幸福度の減少それからまあ心身の健康を阻害する。 裏返した言い方ですけど、まあ、ウィン・ウリキンソンらの主張は、平等度のた社会高,い社会高い社会はストレスを減らし、健全さを回復し、人々のウェルビーイングを高めると、そういうことです。 でまあ、あのそれに関連する、まあ、事実関係、これはあの、えっと、ウェルビングというより、まあ、健康についてのものですが、えー、平均寿命ですね、あのこれはあの、WHO の資料ですけど、えー、とアメリカという国はあの世界で、まあ、40位というです、ね、かなりあ,の、えーまあ、あれだけ豊かな国であるように見えて、平均寿命は、まあ、かなり短くて。 チリとかあのペルーとかですねそういった国よりもあの下位になってこれはやはり先ほどの,あの格差という要因がですねかなり効いているというふうに、まあ、考えられるかと思います、はい、一方ですねあのちょっとあの駆け足になりますけどマクロレベルでちょっと,あの、えー、と,ちょっとこれとつきにくい表現ですけど幸福のケインズ政策というのをあのちょっと考えてみたいと思うんですね。 でえー、とケインズ主義的福祉国家という考え方がありまして、これはあの経済学者のケインズの考え方を応用したものですけれども、えー、高所得者から低所得者への所得再分配を行って、所得の平等化を図った方が経済成長につながるというまあ考え方、これは実際にあの第2次大戦後のです、ね、20世紀後半に多くの、まあ、ヨーロッパを中心に国々で取られた政策で、まあ、実際そういう効果があったと。 でなぜあのこういう考え方が取られたかと言いますと、あの考え方自体は極めてシンプルで,です、ねえー、限界消費成功の提言、まあ、これはあのこういうと、ものすごいあの難しいことのように聞こえますがあの、極めて内容はシンプルで、要するにあのこの図が示しているように、所得が増えると、所得が増えるほどには消費はあの、えー、と比例的には、 増えててていいかかななくくだだんだん緩やかになっていく所得が2倍、3倍になるからといって、消費が2倍、3倍に増えるというわけではないという、ですから、ということは、高所得の人から低所得の人に所得を移した方が、この限界消費の、消費に回る割合が大きいですから、全体として消費を増やして、それが経済成長につながるという、こういうまあ考え方。 同じようなことがですね、まあ、幸福の低減法則、これはあの、まあ、幸福の経済学とかいろんな領域でまあ出されてきたものですが、まあ、これもちょっとものすごい単純化していますが所得が増えるほどには、えー、幸福度というものは上がるものではないというでこ,れをこ,れこれを踏まえるとですね、あの幸福のウェルビーイングのケインズ政策というような考え方がまあ,ありうるのではないか。 えー、高所得者から、まあ、ちょっとこれ、ある意味では思考実験というか、ちょっと単純化しすぎている面がありますけれども、えー、高所得者から低所得者への所得再分配を行った方が幸福の総量は増加する幸福格差も改善される、でこれはです、ね、今あの、そもそも社会の豊かさを何で測るかという議論がまあしばらく前から非常に活発で、まあ、これまでは GDP というのが圧倒的にあの強かったわけですが、それがまあ多元化して考えようと。 幸福や環境経済社会こういう流れともですね、まあ、今のような考え方はつながるのではないかというふうに思います。でまあ、以上のような、あのーえー、議論を踏まえてですねでは,では特にどのような平等が優先的に実現されるべきかと。はい、でここでちょっと注目、えー、するべき事実がですね、えー、実は収入の格差よりも資産 住宅や土地や貯蓄の格差の方が大きいという事実が、これあの今お示ししているのは日本のデータですけど、上の方が、一番下が収入で、上の方があの貯蓄とか住宅とか土地のものですけども、の方が大きいというのがあります。こ、まあ、これれれははストックというかですねこれは考えてみれば 当然でどんどん収入の格差がこう積み蓄積されて資産面での格差それがまた親から子に引き継がれていくというようなですねそういう面があると。でこの議論はあの皆さんももしかしたら聞かれたことある方いらっしゃるかもしれませんけどフランスの,あのピケティというあの経済学者が割と強調した議論で,でしたがってそのやはりその資産等の再分配を行ってそれを通じてですね 個人の教育などの充実教育の機会を充実させて、まあ、いわば個人が共通のスタートライン人生において共通のスタートラインに 立てるようなそういう社会にしていく。これが一つ非常に重要なので、まあ、残念ながら私はちょっと優遇式時代だと思っているんですけどあの、今の日本で若い世代の間でですね、親ガチャというような言葉が言われるようになって、こう生まれた環境によって人生のかなりの部分が規定されてしまっている。これはやはり是正していく必要がですね、あ,のあると思います。はい。まあ、それであのまあ私自身はあの人生前半の社会保障というような言い方をしてきたんですけども、教育を含めた 人生前半のサポートが非常に重要で、まあ、残念ながらそれが日本はです、ね、国際的に見てまあかなり低いんですね。 これをしっかりと保障していくということが、の今日のウェルビーイングというテーマにとって、重要ではないかと思います。日本がそういうのが国際的に見て低いというのちょっと資料を見ても、あなたのこれ、時々指摘されますように、公的教育支出が残念ながら日本は今、先進諸国の中で最も低いグループで、このもあも以前のイメージとはだいぶ変わってきていて、このもあも重要な課題だと思います。ウェルビーングとの ではです、ねあの、さっきあの熊谷先生のお話もありました、荒川区、幸せリーグの荒川区などは、えー、この GH という幸福の指標をあの示すと同時に、最初に取り組んだ、取り上げたテーマがこの子どもの貧困というテーマで,です、ね、子どもの貧困を是正していくことが、あの社会全体のウェルビーイングにつながると、これはあのあの正しい認識ではないかというふうに思います。はい。 はい、それであのちょっとあの残る時間ですね。あの駆け足になりますけど、ai シミュレーションとウェルビーングでちょっと補足的なお話をさせていただきます。これはあのちょっとあの時間もかけられてますのでちょっと駆け足になりますが、えっ、ー、と。 AI を活用して日本社会の、えーとえー、持続可能性についての研究をした地兄弟ラボというところであのやってきました、えーまあ、2万通りの未来というのを AI で出して、まあ、分析したということなんですけど、まあ、あの最初に2017年に出したバージョンではですね日本社会の未来にとってあの東京一極集中に象徴されるような都市集中型か地方分散型かというのが、まあ、最も大きな分岐点であの地方分散型の方があのウェルビーングも含めてですね あのパフォーマンスががいいいという,ようなあの結果が示されたんですね、はい、あもうちょっと詳細はあのここでは省略しますけどこういうモデルを作って、えー、未来があ、えー、分岐していくその、えー、分析を行ったというようなことになります、うん、こんなのをちょっといろいろやったとい、はいはい。それでらにですねあのコロナが起こりましたので、えー、コロナが終わって コロナが生じた後にまた、えー、あの同じようなシミュレーションをやったんですけどそこで出てきたのはちょっとあの話が分かりづらいかもしれませんけど包括的な意味での分散型社会というのが、えー、ウェルビーイングも含めて望ましいという結果で包括的な意味での分散型というのはどうにうかというとさっきあのちらっと都市集中化地方分散化という話ちらっとしましたがそれはあの空間的な意味での,です、ね、あの東京と地方とかそういう意味の,あの集中化分散だったんですここで出てくるのは でここで包括的な意味の分散型というのはあの女性活躍男女の、えー、働き方のこう柔軟化とかサテライトオフィステレワークとかこう働き方とかですねあるいは住まい方そういうよ,より広い意味での、まあ、分散的な、まあたまあ、多様なというふうに言ってもいいかと思いますがそれが、えー、ウェルビーングを含めて日本社会のパフォーマンスを高めるというのはですねあのちょっと簡単に言うとそういう結果があの出たんですね。で、はい、ですので えーまあ、今の時代状況に即して申しますとあの、えっと、人口増加の時代というのは言うならば、まあしまあ、よくも悪くも集団で一本の道を登るというですねもうゴールも一つもう道も一つという感じあまり多様性がどうこうというようなことは後回しの時代だったと思うんですけれどもあの、まあ、ポスト成長時代というかあの成熟した社会に 至るとですねい、まあ、わば山登りに例えると山頂に登れば、えー、視界は360度開けてですね、えー、そういう中でもこれまでよりももう少し個人が自由度の高い形で自分の人生をデザインして、えー、好きなことを伸ばしていくこれがあのウェルビーイングにとっても社会の持続可能性にとってもですねあの望ましいということが言えるんではないかと、はいはい、でこれが最後のスライドになりまとめですけれども。 えー、ちょっといろんな話を <laughs> あのしましたのでまずあの格差の是正はウェルビーイング増進につながる可能性が大きいと言えるだろうと、まあ、ミクロレベルそういう心理的なレベルそれからマクロレベルですね幸福の権威政策それから、まあ、日本の場合そのさっきちょっと言いました包括的な分散型社会の実現がウェルビーイングに増進につながる可能性が大きいのではないか まあ、あの先ほどの繰り返しになりますけど集団で一本の道を登る時代から個人がより自由度の高い形で人生をデザインしていける社会で,すでそのためにもあの先ほど触れました個人が人生において共通のスタートラインに立てるための政策 社会システムづくり、まあ、人生前半の社会保障ということを言いましたけれどもあの重要ではないかな、はい、ということであのちょっとあの駆け足であの雑白な話になりましたけれども私からの報告は以上とさせていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました 広井先生、どうもありがとうございました。あの、ここで司会から報告者に移ります。あの、小西でございます。続きまして、ええー、今日から発表をさせていただき、報告させていただきます。 はい、それではよろしくお願いいたします。えー、私はですね、まあ,あの直接科学技術やウェルビングの話というのはなかなかできないんですが、えー、まさにあの先ほどのご挨拶であの丸山局長がおっしゃった身体性ということをまあ、本日の大きな一つのポイントにしてお話をいたします、えー。私の担当しております人類学領域の今年度の研究報告ということで、縁と集合的身体へのアプローチと題して報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 で私の専門は人類学でして寄付研究部門はまあ第3期になりますが人類学はこの第3期から始ま,、えー、始まった加わっていただいたということで、えー、2年目になります、まあ、なので本当にいつもご支援くださる財団の皆様と関係の皆様には本当に心から感謝申し上げる次第でありますで、まあ、ただまあ今日は初めてあの私の話を聞く方もいらっしゃると思いますのでまず人類学とは何かを簡単にごく、えー、もう簡単に申し上げます 人類学者というのはどこか遠く離れた場所で異文化を研究している、まあ、探検家のような人々というようなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし現代の人類学者は現代社会のあらゆる場所を自らのフィールドとして活動しています。そこででで、共通すするのののは、はフィールド、すななわわち現場に出て、一人ではなく他者との関わりの中で 最も根源的な問いである人間とは何かということを考えそしてそれを研究者だけではなく現地の人々との共同の中で共に何かを作っていくそういう側面を持っているわけです。ということで人類学は社会の中で研究するという意味で、まあ、優れて実践的で双方向的な営みであるということが言えます。で私が担当している研究の背景について簡単に触れておきます。 古典的な文化人類学は例えばまるまる文化の研究というように文化がある特定の地域に住む人々によって共有された実態であるということを前提に研究成果を積み重ねてきました一方グローバル化やネットワーク技術の発展は文化の強化を揺らがせ双方向の交流を促進してきました 例えばあの皆さんがタピオカミルクティーを飲むときにですねあれはもともと台湾が発祥なんですけどもそれが SNS を通じて日本に広がるとき私たちは元の台湾の文化というのはあまり意識せずにもタピオカを飲めるわけです、まあ、そういうことを思い起こせば文化が特定の地域だけに閉じていた時代ではなくなってきたということは実感できると思います、まあ、一方世界の情勢を見ても国家や民族といった枠組みはいまだに人々を非常に強固に結びつけているただ逆に残念ながらそれが故に人々が分断されてしまうという面も 大きくあるわけですつまり人間はグローバル化によって文化の境界を超えつつ同時に文化に縛られているという側面も持っています人類学は単なる他者理解の学問ではありません本研究の目的はこの人類学の思考様式に立脚していますそれは異なる思考や行動を持った人々つまり彼らとの関わりの中で自ら 私を反省的に捉えそして彼らと私をつなぎ私たちについて思考するというダイナミックな営みでありますそれは来るべき社会について人々と共に考え構想するという方向性を持っているわけです。 本研究では現代社会において、まあ、その思考や書き続けコミュニケーションのスキームとしての文化というのはまだリアリティを持っているということを認めつつ異なる文化的背景を持った人々の共生を目指し所有の枠組みを超えた出会いが生み出すつながりを捉えるための方法論を探求しそこから新たな社会像を構想発信することを目的にしています。 ではこのプロジェクト共生のためのつながりとコミュニティ構築における社会還元と研究の構成について簡単に紹介します。プロジェクトの基盤となる研究はアジアで共有されるつながりに関する概念である円というのに注目し円概念を基盤としたつながりの生成をめぐる新たな学術領域の創出という大きな目標のもとに整理されます。それは文献研究フィールド研究そして3つ目がですねこの 研究員寄付講座の特徴を生かした分離融合的的学際的研究方法論の探求でありますここから得られた研究成果を生かして社会やコミュニティの在り方を構想し教育プログラムや地域づくりの実践を通じて多様な出会いが生み出す創造性あふれる社会への構築へとつなげていきたいというふうに考えております本研究はですね、まあ、フィールドにおいてつながりをどういうふうにじゃあ考えたら捉えたらいいのか調べたらいいのかというところから出発しています まあ、あの基本的なことですがフィールドワークの父と呼ばれる人類学者マリノフスキーは、えー、産業観察という研究方法を切り開きました。それは特定のコミュニティー、まあ、遅延的なコミュニティに長期間住み込みそこにおける親族関係の成り立ちつまり血縁ですね、えー、さらに制御なりわいの在り方さまざまなグループ組織のつながりこれは社員と呼ばれますまた死生観などを包括的に解明してきました。 その一方、現代においてはつながりというのは特定の場所を離れて自在に広がっていきます、まあ、手元のスマートフォンを使えばですね、まあ、ここからでもまあチベットとかにつなぐことができるわけですし、まあ、私を含めた皆様の多くが一日のかなりの時間をですね画面の向こうのまあ誰か、まあ、それはもしかしたら人間じゃないかもしれません AI じゃかもしれませんよねとつながりに費やしているというふうに思うわけです現代におけるつながりはまあそ遅延的な関係とかリアルとかバーチャルの境界というのもあの飛び越えていくわけなんですねではえー 人はそのようなつながりにいかに参加していくのかそして巻き込まれていくのかこの問題を探求するためにこれまでの研究では人々が出会ったり集ったたた。りり集する場に焦点を当ててきましたで今巻き込まれると私は申し上げましたがちょっと皆さんともこのことについて考えてみたいと思うんですね。で、まあ、あの 多くの研究者にとってですね、まあ、研究対象というのは別にあの先生が与えてくれるわけでもないしあ,のあなたこれやりなさいと言われるわけでもない自分であの切り開いて模索していく中で出会うものなんです。ということは誰もがそもそも縁もゆかりもなかった研究対象にまあ魅了されて研究するっていうふうになっているわけなんです。 でも私にとっても自分の調査地フィールドというのは思いもよらない偶然によって出会いそして長期間の関係を築いてきたものです、まあとで紹介する日本もそうですしチベットもそうなんですけれども、えー、そういうものなんですねただこんな経験がありました、まあ、ある地域づくりのワークショップに参加した時に、まあ、私がまあ結果的にフィールドには巻き込まれている感覚がすごい強いんですよっていうふうに言いましたそうすると別の研究者からまあこういうまあコメントというか反論があって「いやあなたねそんな巻き込まれているなんて受動的な姿勢ではなくもっと主体的に関わった方がいいですよ」 っていうようなコメントがあって、それでまあ。受動と主体って何なんだろうってすごく議論になったことがあります。で、まあ、ここでは、あの、巻き込まれるという表現が、まあ、主体的ではないという意味で、ネガティブな印象を与えたのかもしれませんけれども。私にとっては、だからこそ、そこに縁を感じですね。むしろ、それ、だからこそ、強いコミットができてるんじゃないかという感覚があるんですね。まあ、皆さんはどうでしょうか。まあ、巻き込まれるという、と例えば、あの、トラブルに巻き込まれるとかもありますけれども。巻き込まれたからこそ、まあ、いいことがあった。 ということもあるんじゃないでしょうか？で、まあ、今までのお話の中でこの円という言葉をですね。まあ、おたくさん使ってきました。まあ、日本語で円というのは非常によく使われる表現ですが、実はアジアの多くの地域で共通の表現です。私の知ってる範囲では、中国語でもチベット語でも縁というのはそのまま表現できます。ただ、その一方で英語でなかなかこれは表現しにくいという特徴を持っています。 でまあ、あの本さまざまな概念え側面がある言葉で、まあ、これだけでもかなりあの研究しがいがあるんですが第一にまあ宗教哲学の概念仏教学的な意味での縁というのは縁起説の縁というのであるんですが、まあ、私がど注目しているのはえ次の二つでえ一つはいわゆる間柄としての縁え遅延や欠縁無縁社会といった議論に登場する縁です、まあ、これは関係性の性質に注目した縁で概念であって、まあ、社会向上の捉え方とも結びついた概念ですねでもう一つさらに巡り合わせとしての縁 まあそこでは偶然性が色濃く影響すると同時に、まあ、円が結ばれる結びにいくんじゃないですね、結ばれるというふうな表現にあるように、まあ、主体的な判断によらず巻き込まれてしまうようなそういうふうな側面を持っています特にこの巡り合わせっていうのは、まあ、誰もがもうそう言われたらああまあそうだねっていうふうに、まあ、あの思い当たる節はあるんだけれどもあまりに当たり前すぎて、まあ、少なくとも人類学では正面から扱われてこなかったテーマでありますでも私の研究の最大の独自性はこの側面に注目することにあり、まあ、既存の方法論 にとらわれないようなアプローチの可能性を探っていきたいと思っているわけです。で、えー、そもそも私が縁について考えてみようと思ったは。あのこのチベットのボン教徒と呼ばれる人々のライフストーリーを分析したところからだったんですね。まあ、そこで、まあ、いくつかのこの共通のポイントを抽出することができました。まちょっと詳細に事例を紹介する時間はないんですが、まあ、例えば既存の人間関係の外部の人間とがもよそ者と直線で会うことからエピソードが展開する。 ここでは偶然の出会い開校によってですねそれぞれのまでの間柄に破れが生じそこから新たな関係が構築されているっていうことが観察できます、まあ、次に主体的な意思決定の問題例えば故郷を離れたり新たな学びを始めたりするときって、まあ、例えば最初は全然乗り気じゃなかったやる気はなかった出る気なかったんだけれども出会った人々に巻き込まれるうちに人生が新たに展開していくというパターンで。 例えばちなみにこの宗教学者の池上義正先生は「まあ、絆」と「縁」というのを比較するという論考を書いてまして、まあ、その中で「絆」というのはより主体的に結びにいくもの縁というのはどちらかというともしてこうしたいろんな出来事を振り返ってただ人々はあ「まあ結局ご縁があったんですよね」というふうなことを回想します。 ここでは、えー、チベット文化の文脈では円というのは前世や現世の行いと結びついた宗教的な背景を持ちますけどより日常的な言葉としては自らの経験を意味づけ偶然はあたかも必然であったかのように定着する概念として機能します以上のような特徴は特定の文化とか宗教の文脈を超えて他の宗教や地域との比較へと開かれたものでもありますでまあここからですねさらに文献フィールド双方における研究を進めた結果、まあ、この間新たに重要な進展がありました それは研究のキー概念である集合的身体というものをまあ提示したことそしてそこから身体や社会そして実践地をキーワードにした研究内容を広く社会に発信するためのプラットフォームとしての身体とととと社会会のの実践地研究会といううを立ち上げたこでです集合的身体とは何でしょうか私まだこれをちょっと考えている途中なんですけどここでは仮にみんなで何かをするということを通じて一体感を覚えると同時に個人の自立性が担保されている状態というふうに定義しておきます。 これはです、ね、縁を例えばインタビューライフストーリー的なものの言説にとどまらず現場から捉えるための概念としてそこに身体がともにあることからアプローチするための概念という方法論です。パンデミックが一段落し昨年から祭りや宴会そしてこうした対面のシンポジウムが以前と変わらない形で行われるようになりましたこうしたリアルな場における身体の問題からこの言葉を着想したものですで。お祭りの研究というのは実はこういう研究の大きな理論的基盤になっています。 そもそも日本の祭りというのは特定の神格への信仰よりも神様への信仰よりも地域の地延的コミュニティのつながりに強く立クした集団志向を持つということが指摘されてきました特にこれまでの祭り研究は都市化や産業化と祭りの問題を問題とし地、まあ、延が希薄化してそれに伴って祭りを支える関係性間柄の多様化という共通の論点を持っています。 まあこうした関係性は「再縁祭りの縁」という言葉で表現されます。遅、ま、延、あ、コミュニティに加えて多様なつながりが、えー、祭りを支えるということ、まあ、それは高齢化少子化人口減少に伴うい手不足の中で祭りをいかに存続するかという実践的な問題とも関わっています、まあ、近年、えー、地域振興の文脈では関係人口すなわち直接居住や移住はしないもののその土地とのつながりを持った人々いわば地域のファンをどのように増やすかということが重要になっていますがまさに縁もゆかりもなかった。 人々をいかに巻き込み繋いでいくかが問われているのです。で、まあそれを模式的に示したのがこの図で、まあ、中心にまあリヤ祭りが行われるまリアルな場としての地域があり、そこを取り巻くのようにさまざまなつながりが位置している。 でまあ、ただこうした自然の、えー、既存の間柄つまり身内とか仲間内だけでコミュニティが維持できなくなった時に、えー、鍵になるのがこの巡り合わせとしての縁ですいわゆるよそ者とされてきた人々といかにうまく出会い時に巻き込むのか、まあ、それはネットワークやデジタル空間にも広がっていく話です、まあ、こうした場にできる出会いというのは実は関係人口を生み出していくしかし単に出会うだけでは不十分でいかにしてじゃあそこに縁があるとかつながってるっていうリアリティを生じさせることができるのか まそこで注目したのが身体の問題でした。でまあ、研究者としてです、ね、フィールドワークをする時に、まあ、お祭りをまあ理解すとき、まあ身体の問題って言て実は後回しにされがちなんですね、まあ、研究者があの祭りに入る時にまず最初に考えるのはこれはどんな意味なんだろうそしてこの人たちはどんな関係にあるのかということをまあ書きますしかし最後の問題は別にこんなこと意味が分かってなくてもみんな周りつりでは盛り上がってるということなんですなぜこの祭りはやってるのかって分からなくてもみんな盛り上がってるわけなんですね で私はかつて、まあ、祭りの調査の成功は、まあ、祭りを身体を祭りのリズムにチューニングできるかには乗れるかということに、えー、かかっていると書いたことがありますけどここで身体の問題に直面せざるをえない、まあ、ちょっと時間の関係もあって駆け足でていきますがみこしを担ぐって一体何なんでしょうか、まあ、ちょっとこれちなみにこの動画をご覧ください少し音が最後大きいところもありますが実際これはおみこしを担いでいる場面ですがあの何が起こっているかということをちょっと見ていただければと思います。 おみこしは神社から出て集落を練り歩き一軒一軒の家を訪ねていきます、まあ、特定の家ではこういうふうにおみこしをギリギリまで持ってますよ、えー、寄せて見せるということをするんですがまさにこの多くの担ぎ手たちが一体化となって力強く動き同時にそれがですねとても大きくなりましたあの一体感と,とともに適切にコントロールされるというのが非常に重要になってくるんですもしコントロールが効かないとここのおみこし家に突っ込んじゃいますよね でえーまあ、私はここ数年、まあ、あの実は石川県の七尾市の能登島というところのある地区のお祭りに調査実習の一環で学生とともに見越しの担ぎ手として参加しています。参加人数はそんなに多くないんですが、毎年、まあ、昨年9月も朝から晩まで担いでいました。まあ、ちょっとあの話外れますけども、ちなみにこの地域というのは今回の地震で非常に大きな被害を受けたところで、まあ、本当にあの心配しているところなんですが、まあ、あの祭りやコミュニティこれからどうしていくかというのは非常に死活問題になっています。まあ、ちょっと今日は本当にまだこの時点に,点については軽はずみには何も申し上げられませんけれども、 あのその文化っていうのは本当に即効性はなかったとしてもあのどこかの段階で必ず重要になってくると私は確信しているということだけは申し上げられると思います。あ話を戻しますとです、ね、あの外部の 大学生が祭りに参加するというのは実はこの偶然参加することになったつまり祭りを担う必然性を持たない人々がいかに一体となれるかという問題を提起します。おみこしってあの重心が不安定でももすす。すすごごくく。重いなんなんんででで、ね、不安定なんですよすごくで、それを型に乗せて移動し特に目の前家の前で息をつけて掲げるんですが、まあ、何よりも本当に型が痛い重み痛み不安定感を感じる。だから 担いでるだけでは本当単に苦痛にしかならないというものなんです。だけど掛け声がかかりみんなで勢いを身腰を勢いよく掲げるとき初めて一体感というのが出てくる。でまあ祭りの調査実習ではまああの教員が一方的に教えるのではなくて学生と共同でスヌグラフィーを書くということをしますが、まあ、ここではある学生さんのレポートがこれを非常によく表しているのにそのまま引用させていただきます。ちょっとだけ読みますとまああとで時間の関係上全部は読みませんけれどもあの。 やっぱり一体感を感じるっていう時が、まあ、その非常にあの明確にてあのやられて後半の方がちょっと印象的ですねちょっとここだけ読みます。 神社の前で準備や始まりの儀式を見ていた時こそ私は部外者だという意識がありましたしかし参加する中で重く一歩間違えれば怪我をする恐れもある神輿を担ぐという時は誰か一人に負担があるのではなく一人一人に責任があるということ一人一人の存在が大事であるということを学びましたそれから皆さんと一緒にお神輿を担いで歩いていくと私も一緒に祭りを作り上げる仲間なんだという意識に変わっていた感覚がありましたということを言っているわけですつまりあの ここで,ですね外部者が祭りに入り込みつながりを形成されていく過程が、まあ、この言葉に見事に集約されているわけなんです。ま,あ、ひとまずまままとめます、えー、まず身体を媒介としてともに何かをすることで生まれる一体感仲間意識が祭りとの偶然の出会いを必然へと定着させていただくことまた集合的身体というのは単なる個の力の足し算ではないということ、まあ、力を合わせるだけではなく息を合わせるということによって見越しが進んでいくことそして集合的身体においては主体は全体の中に溶け込んでいること しかし全体に流されるだけではなく互いの存在を認め合いながら共に何かを成し遂げる場として集合指摘身体というのは捉えることができるということが挙げられます。まあ、これは祭りにとどまらずあの音楽とかスポーツとか、えー、そういうふうにも応用できるんじゃないかなというふうに思っています。そしてすいませんちょっとオーバーして申し訳ないんですが、まあ、こういう話をですね、えー、実はまああの発信していくためのプ,のプラットフォームを立ててだげました。私とと山研究員、そしてまあ熊谷先生との、えー、共同で、えー こういういプラットフォームを立ち上げたわけで,すでまあ,あのこちらはまあちょっと簡単に示しておくとこの伝統地をもとにしてですね、えー、まあそれを身体と社会からアプローチしてより社会に資する実践地をまあ立ち上げていこうということで、まあ、早速さまざまな公開イベントというのを企画しておりまして全てハイブリッド配信で開催し広くこの成果もしくは議論を皆様と共有するということをやっております。 で昨年12月に開催された「仏教と人類学の交わるところ」では陸上大学の奥野先生花園大学の諸先生という、まあ、第一線の人類学者仏教学者をゲストにその接点と可能性について議論を行いましたまた来週1月29日には「お寺香りサイエンス」と題して、まあ、お寺の香りが嗅覚を通じ身体に及ぼす影響を、まあ、科学分析と人文献研究から考えるという非常に刺激的なシンポジウムも企画しております、まあ、以上のような、まあ、研究と発信活動に共通するのは私たちのウェルビーイングという視点です 集合的身体という概念が示唆するのは、まあ、この主体がですね共同の中でまあ解けたりそしてはっきり出てきたりというそういうまあダイナミズムなわけです。そこから縁とつながりを捉えたい、まあ、これは先ほど広江先生の話でも少しあったような、まあ、その昭和的なというかあの主体が失われるような確率的な集団社会。 ではなくって個人の豊かな生徒を両立しながらつながりていくというそういうふうな形を模索し発信することにつながっています、まあ、そして、えー、本日の後半の議論ともつながりますがデジタル技術の発展によってですね既存の身体性もまだ非常に大きな影響を受けていくと考えられます、まあ、そこも射程に入れつつ今後も人類学領域では活動を進めていきたいと思いますので皆様の,あのご支援ご指導のほどお願いしたいと思いますどうも少しオーバーして申し訳ありませんどうもありがとうございました ということで、司会に戻ります。続いて、小中川特定助教から報告をいただきます。すいません。それでは続いて臨床心理学領域からのご報告を小中川がさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方は先ほどからキーワードとして出ております幸福感やウェルビーイングと関連して、と夢の文化比較研究から見る日本人の精神性についてお話しさせていただけたらと思います。 私の臨床心理学領域では現代の日本人の心の問題と変容というプロジェクトで現代社会の心の問題への理解とその臨床的アプローチを目的とした研究を行っていますで特に睡眠時の夢を調査対象としておりまして時代比較文化比較研究を行うことで現代の日本人に生じやすい心の問題とともに日本人が抱く幸福感の特徴などを明らかにすることを試みています 臨床心理学の領域ではフロイトの夢判断から始まり夢が心にとって重要な意味を用いるという考えが提示されさまざまな学派で理論化されてきました。 夢は非科学的なもののように捉えられることもありますが、金賞心理学では学術的研修級の対象としてきたもので、特にユング心理学では、夢は夢見てに気づかれていないことを自律的にもたらす心の自己調整システムであるというふうに考えていて、心理療法の中で伝統的に夢を重視しています。 また近年の脳損傷研究を含めた神経科学の知見からは自己や他者との関係について思考したりイメージしたりする脳のデフォルトモードネットワークと夢を見ていることが関連しているとの指摘もされています夢を見ている人が持っているセルフイメージや他者のイメージが夢に反映されると考えることの妥当性も伺えるためさらに実証研究を進めていく必要があるのではないかというふうに考えてきました そこでこれまでの研究では夢の時代文化比較を行う中で現代の日本人の申請を無意識的な視点から探るということを行っています以下にはプロジェクトで継続的に行ってきた研究の一部を載せておりますがこれらの研究内容を評価していただき今年度日本箱庭療法学会の河井雄賞をいただくことができました日々の財団の皆様からのご支援に改めて感謝を申し上げます 今回は特にこの夢の文化比較研究についてさらに調査を進めてまいりましたのでその研究のことをご紹介させていただきますでこれまで、えー、と文化比較研究では人の心は無意識レベルでまでも社会環境の中で構成されると繰り返し指摘されてきました特に私たちの人間関係や価値観に生じる文化差の背景として文化的自己観というものの存在が明らかにされています この文化的自己観は欧米圏と東アジア圏で大きく分かれるもので欧米圏では他に、えー、個人は他者や環境とは独立していてその人の能力や性格職業などの個人の属性によって自分を定義するような相互独立的自己観が優勢と考えられてきました。 これに対して東アジア圏では家族や友人といる自分や学校、職場での自分といったように他者や環境との関係の中で自分を定義しようとする相互協調的自己観が優勢であると指摘されています文化的自己観は私たちの思考プロセスにも影響を与えていて自己肯定感や幸福感を感じるような状況にも違いを生じさせているということが分かってきています。 夢の中の自分もまた思考する主体性を持っているというふうに考えると価値観や文化的な背景もこの夢の中の自分の行動を形成している可能性があります。これまで夢の文化比較研究というのはあまり行われてきませんでしたがこうした研究をえあ文化的自己観を無意識的な側面から捉える研究としてこの睡眠時の夢というのもまたその対象になるのではないかというふうに考えられます。 実際にアメリカとドイツ日本での調査を実施しておりましてアメリカドイツという欧米圏の人々が見る夢と日本人の夢には大きな異動が示されましたアメリカ人やドイツ人の夢では夢の中の自分が強い意志と行動力を持っていて明確な脅威に対峙しているという状況が多く夢の中心は自分で自立のテーマが主になっているそういう結果になりました ここには個の確率を重視する傾向が現れていると思われれますこれに対して日本人の夢では他者や環境から与えられる課題に厳密的に取り組んだり自分が夢に登場しなかったり出来事を見ているだけの夢も見られました一方で友好的な他者が存在したりつながりのイメージがテーマとなる夢も多く他者との関係の中での自己形成という特徴が現れているかと思われます。 一方でアメリカ人の夢とドイツ人の夢についても比較をしてみると欧米圏内でも違いが見られましたアメリカ人は社会的な成功や地位を求める夢が中心だったのに対してドイツ人の夢ではそうしたテーマはあまり多くなくむしろ困難状況で自ら動いて目的に到達するといった夢が中心になりました 日本と比較するとアメリカとドイツは強い自我を持つ独立した事故が特徴的でしたが欧米諸国の中でも事故が適用のために目指す方向性には文化差があるかもしれずこれは東アジア圏内でも同様の可能性があるかと考えていますそこで今年度は文化比較研究をさらに進めるために大きく2つの方向で調査を行ってまいりました まず1つ目がイタリアでの調査の開始でこちらは現在データを収集している段階になりますイタリアの文化的精神性は欧米圏の独立的な自己観に加えて他者との関係にも価値を置いているというところにその独自性があるのではないかということもえと言われているようです 現代の日本ではこの従来の相互協調的な社会構造が少し変化しつつあるところかなと思いますがこのイタリアとの比較の中でこの協調性と独立性が両立するようなあり方の模索にも何かつながればと考えています。 またもう一つの研究の方向性として東アジア圏内での比較調査も重要と考えていてえと今年度はパイロットスタディとして中国での点検部と呼ばれる夢に関する調査を日本で推進し結果を比較するということを試みました点検部に関する研究についてをえとここで少しご紹介させていただきます ここに挙げたホールたちの調査が発端となっているもので多くの人の夢を集積してその内容を分類する中で飛ぶ夢や落ちる夢襲われる夢のように比較的多くの人が見る共通の夢内容の存在が明らかになってきました私たちも一度はこうした夢を見ているのではないかなというふうに思いますがそれらを点検部と呼んで研究する動きがあります フロイトはさまざまな患者の夢を分析して、典型無の存在をすでにあの昔から指摘していましたが、こうした誰もが見るような夢には、その人にとっての個人的な意味だけではなくて、人の心にとって何か共通の意味が含まれているのではないかというふうに考えられています。 例えば典型部の一つである空を飛ぶ夢からはその人が子供のように自由な心をそのまま持っているということがうかがえる一方でまだ地に足がつかずに大人になりきれていない部分もあるのではないかというふうにも捉えられるそういった形です。 この点検部について実証的に研究しようとする大規模な試みとしてカナダの大学生の調査から夢の状況を抽出して尺度が作成されましたこれは55の点検部の状況について今までに見たことがあるかを尋ねるというものですこの点検無尺度を用いた調査はその後ドイツや中国でも推試されています また、点検部に関する文化比較研究としては過去にアメリカと日本で点検網を比較したグリフィスという人の研究が広く知られているものになります。 この研究では典型部の内容によって文化間で報告率に違いが出現したことからこの典型部にも文化的な態度が反映されるのではないかと指摘されていました一方でこの研究はすごく古いものでこれまでに行われた研究はごくわずかになっています でそこで本研究では日本でもこの尺度による調査を実施し先行研究で得られたカナダ、ドイツ、中国の結果と比較することを試みました。 調査はオンラインで実施していて日本人355名から回答を得ていますそしてカナダ、ドイツ中国の先行研究の結果と今回の日本のデータをもとにパイロットスタディ的に各出現率を統計的に比較するということを試みましたその結果点検部の出現率についても欧米圏と東アジア圏で傾向が大きく分かれました 特に中国人と日本人にのみ多い夢というものが存在していてそれについてご紹介をしています例えばえ何度も何度も何かをしようとしている遅刻する今にも落ちそうになっているなど焦ったり失敗する状況の夢というのが中国日本ともに多い夢となりましたもう一つ歯が抜けたり息ができないなど身体感覚が中心の夢というものも大きく多く見られています 東アジア圏ではこうした焦燥感や失敗であったりまた自分の身体感覚というものを通して日頃意識されにくい自分のこう感覚や存在感といったものまでもこう夢で確認されている可能性があるのかなというふうに考えられます。これれはは少しし欧米とと異ななる自分の確認方法かなと思われました。 もう一つ、えーと、自分が木や岩など別の何かになっている夢や子供に戻っている夢誰かを殺してしまう夢なども中国や日本の方が多く夢の中でこう自分の年齢や姿であったり人格も容易に変化してしまうということが伺えるかと思います欧米人に比べて自分という存在が曖昧な、えー、とだからこそこうした夢が多く見られるのではないかというふうに、えー、考えられます。 でまた、亡くなった人が生きている自然の脅威に触れるなど自分以外のものが夢の中心になっているということも多く見られました。 これには、東洋的なアニミズム思想ものや自然の側にも死体があるという見方が反映されているかと思われますしまたこう飛んでいたものが落ちていく夢といったようにこう自分が飛べなくなるのではなくてこう何かが落ちていくのを見るといった夢からは自分の心が周囲にも映し出されていてそれが重要な意味を持っているということも言えるのではないかと思われます。 このようにこう東アジア圏内では共通した精神性がうかがえるなというふうに思われましたが一方でこう日本人と中国人の夢の間にも少し異なる傾向が生じていました中国人にのみ多かった夢は身体的に直接襲われたりこう自分のすぐそばに顔が見えるなどこう直接的に自分に迫ってくる脅威が特徴的でした。 自分という存在を意識しているからこそ自分に迫る脅威に不安を感じるというふうに臨床心理学的には捉えられていますが日本人よりもこう中国人の方が自意識というのがはっきりしているのではないかなというふうに考えられますまた試験に落ちる夢と優れた能力を持っているという両方の夢も多く見られていました。 これらの対局の夢どちらもが頻繁に生じる背景としては自分が肯定的なイメージを、自己イメージを形成できているかということが一つ自己形成プロセスにおいて重要なテーマとなっているのかなというふうに考えています。 これに対して日本人にのみ多い夢は乗り物がコントロールできなかったり金縛りに遭うといった夢でこうした夢では自分の動きさえコントロールできないことが特徴で日本人の方がより死体が曖昧であることがうかがえます。 でまたトイレが見つからない使えないといった夢も多く見られていて他者との境界や守られた場を、えーとこうま、守っていくというようなそういう,こう喪失への脅威が一つのテーマとして焦点が当たっているかと思われました。 今回の調査からは、点検部においても欧米圏と東アジア圏では傾向に違いがあり、東アジア圏内で共有された精神性としては、自分という存在の曖昧さとともに、自分の心がむしろ周囲に映し出されていて、自分以外のものが意味を持っているという傾向がうかがえました。 ここからは東アジア圏内の人々にとっては心を回復させていくという過程でもこう自分自身に焦点を当て続けるというプロセスよりも他者の側も含めて豊かにしていくことで自分も回復したり幸福感を得ていくようなそういった心の動きがなじむのかなというふうに考えています。 また、中国と日本にも夢での脅威の感じ方にはやや違いが見られていて日本人の傾向を考えるとやはり東アジア圏内で比べてもやや死体が曖昧であることが言えるかなと思っていますだからこそ個人空間の形成に難しさがあり平穏や日常といった守られた場が安定することが幸福感につながるのではないかと考えました。 今後の課題としては2つあり、まず実際の臨床事例を考えると、今回の典型夢の傾向が中国や日本の心の問題とそれぞれ重なる印象があったことから、複数の臨床事例をメタ的に検討することで、その重なりを実証できればと考えています。また、発達過程での自己形成にも中国と日本には違いが生じている可能性があり、より詳しく実際の夢内容を確かめることで移動を検討できたらと考えています。 私からのご報告は以上になりますご清聴いただきありがとうございましたそれではここで休憩に入らせていただきます少し時間の関係もありますが最下14時10分からとさせていただきますのでよろしくお願いいたします